はいどうもピヨキングです。今日はですね P ジャンプチャレンジやっていきましょう。クリア率 0.06% なんですけど、この P スイッチをねどんどん渡っていく感じのコースっていうのはね結構得意なんですよね。いや楽しみだね。それじゃあ早速この P を渡っていくわけだけど、まそんなにね難しくはないと思うんですよ。ここ難しいのかな。今んとこまあ順調にいけてますけど、これは回転ジャンプね。オッケー。そして今度はバネを渡る。オッケー。うわ、ここきついな。ここは、P スイッチを踏んで、ちょびちゃんで。よし、オッケー。次、下が見えない。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 おっとっと。いや、なんか持っちゃった。持っちゃったけど、これでいいかな。よし。こんな感じでいい？え、待って。え？一発じゃない今のところ。え、一発なんですけど。このクリア率 0.06% 一発でいけたらすごいと思いませんか。いや、中間、中間ポイントないね。このコース。中間ポイントないね。だからか。だからクリア率が低いのかもしれない。そんなにこのコースはね、難しいわけじゃないんですけど、中間ポイントがないからね、多分それでクリア率が低いんじゃないかな。で、ここはですね、なんか持ってた方がいいかもしれないね。なんか持ってないと、ここ自分で P を持っちゃって、こういう風に、こういう風に持っちゃってやられるかもしれないから、なんかバネとか持ってった方がね、簡単にクリアできるかもしれない。このコースの攻略法は、マリオにね、何かを持たせてたら、めっちゃ行きやすい。と思う。と思う。僕はそう思います。多分このバネとか持ってった方が、めっちゃ行きやすくなる。このバネを持つことによって次のステージっていうのかな、まあ、そこでねマリオが P スイッチを持つことがなくなるから、多分ねバネを持ってった方がねめっちゃやりやすいと思うんですよね。これバネ1個ね余分にあるのが投稿者の優しいところですよね。で、ここの場面ですよね。ここでこのバネを持ってたらね、この P スイッチをマリオがねちょっと誤作動じゃないや、あの P スイッチを持つっていうことがなくなるから、このバネを持つことはマジでおすすめします。で、これニューマリのスキンじゃなかったらね結構難しかったかもしれない。ニューマリだったらこのスピンジャンプだったっけ、空中でくるりんってできるじゃん。あれがあるからね結構簡単にまあクリアできると思います。あのスーパーマリオブラザーズのスキンだったら難しいかもしれないね。確か P ジャンプってアップデート入ってからやりやすくなったって聞いてるんですけど、どうなんでしょうね。あ、ゴールなの。あ、ゴールか。意外と早くクリアできたね。それじゃゴールします。それじゃあ2つ目のコースはリフト乗り継ぎゲーム3って書いてるね。クリア率はねそんなに難しくはないです。 1.74% なんですけど、まあ、下手したらねこれ初見でもしかしたらいけるかもしれないね。あのマリオメーカーが出てもう1年以上経つけど、僕ですねマリオメーカーの中で得意分野がこういうリフト乗り継ぎゲームっていうことに最近ねマジで気づきました。はい、前回もこういう別の動画上げてるんですけど、あのリフト乗り継ぎとか、まあ、ジャンプゲーだね、いわゆるジャンプゲーは結構得意かもしれない。僕さっきやった P ジャンプのコースもそうなんですけど、こういうのはクリア率に関わらず結構クリアできるんですよ簡単に。やっと最近自分の得意分野を見つけた感じだね。いや、まあ普通なのかな、僕のこのレベルって普通ぐらいなのかな、どうなんだろう。みんなやっぱこんくらいぐらいは簡単にねクリアできる方もたくさんねいると思うんですよ。ジャンプゲーって他のゲームに比べると、トロールコースとかねスピランとかに比べると結構簡単な部類に入るんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね。まあでもこういうのが得意な方は結構いるんじゃないかな。まあ、クリアするのが難しいっていう方がもしいればですね、前にも言いましたけどどんどんやればですねクリアできるようになります。これね本当にそう。僕もですねめっちゃ鬼畜コースとか遊んだりするんですけど、やってればマジで覚えてくるから。まあ後で今日はですねジャンプゲーに特化した動画にしたいと思うんで、それでですね僕がジャンプゲーが得意かどうかちょっと皆さん、ね、見極めてください。どうなんでしょうね。多分僕ねこのジャンプ系は結構得意だと思うんです。いや割とマジで本当にもうすぐねゴール近いんじゃないかな。どうなんでしょう。いや本当にこれいやこれマジで初見ですからね。
これはクリアできたらめっちゃ嬉しいんですけどね、初見で。まあ、そんなに本当これ難しくないね。ドクンドクン言ってますけど、これでゴールかな。あー、ゴールか。 THX どうもありがとうございました。そして次はですね、このサターン V シャープ BPR って書いてるこのコースなんですけど、クリア率は 0.9% だね。多分このコースはですね、ジャンプゲーだと思うんですけど、どうなんだろう。今日はですね、さっきも言った通り、ジャンプに特化したコースにしたいと思うんですよ。で、このバネでしょ、バネで、そしてこのカメか。OK! よしよしよし。うわ、きついね。めっちゃきつい。これ、どんどん上がっていく感じね。よし。そしてこれは右のチョロプーで、バネバネ、オッケーいや、楽しいね、このコース。あ、中間ポイントくれるんだ、ありがたい。で、ジャンプの、おお、早い早い早い靴履いたらあんなに落ちるの早いんだ。それじゃあこれね、靴履いた瞬間速攻右でいいと思うんですよね。で、ジャンプしてこの辺かな、このつららを出して、こんな感じかな。よし。そしてリフトに乗る。あぶねえ。待って、これ戦っぽい。ちょっとよし、いけたいけた。ちょっと待って、これはメットに先に乗らなくちゃいけないのかな。ここなんですよね、こんな感じかな。よし。で、このパワーブロック叩いて右に行く感じね。オッケー。そして中間ポイントっぽいね。で、このまま右に行く。やっぱね、こういう、やっぱこういうね、ジャンプに特化したコースっていうのはね、結構楽しいね。いや、僕だけかな苦手な人はね、たくさんいると思うんですけど、これはジャンプして、このまま右に行く。いや、かぶって、あ、かぶってって渡るのかな、多分そうだと思う。かぶってって無敵時間の間に行くんじゃないのかな、多分それでいいと思う。新しいね、なんか今までジャンプコースでね、かぶって無敵の間に行くとか、そんなんなかった気がするんですけど。で、これかぶってって、あー、これで合ってると思うんですけどあ、なるほど、最後このハナちゃんをどんどん上にやってゴール、これでいいのか。それじゃあこれで最後のコースにしようかな。ウィンターダッシュコールドケイバーンか。このコースもね、クリア率は 1% ちょいぐらいなんですけど、何回も言ってる通りですね、僕が得意とするコースなんですよ。まあ、このコースもですね、見るからにジャンプゲーっぽいコースなんですけど、コインがあるから結構簡単にいけると思うんですよね。で、これはジャンプの、よし。で、このまま渡っていって、ここか。で、これがジャンプ、いいね。ちょっと待って、危ない。え、これどっちだろう。あ、こっちしか行けないのか、左しか行けないのね。あ、多分バーが邪魔してる。で、このまま右に行く。これさ、ブンブン倒せないよね。さて、今度はどうしようか、一回渡ってみるか、中間あるし。なんもないな。あ、なるほど、ドッスンがカキも出してくれるんだ。これドッスン下に行くと思ったら、横に行くんだね。まさかの横だね。いや、楽しい。やっぱこういうコースいいね。めっちゃ楽しい。いや、ここのコースはですね、結構おすすめです。まだね、クリアしてないんですけど、結構楽しいですよ、このコース。え？あれ、かぶってけってこと？そして最近、スーパーマリオの 3D コレクションだったっけ？ 3D コレクションで合ってたっけ？あれ、発売されましたね。いや、実に楽しそう。実に楽しそう。本当に。確か、スーパーマリオ64。だったらね、全クリをですね、何回もしたことあるんですよ。いや、ほんとそんくらいぐらい面白いゲームだから、ぜひね、皆さんやってみてください。ほんとに面白いから、あれ。よし。ここでボム兵踏む。そしたら、お、ここで右に行くと、もうゴールっぽいね。多分これでゴールでしょ。いや、まだあったね。さあ、これはどうするんだろう。こんな感じってことは、このクリボを踏んで、ドッスン、よし。で、カキ棒でしょ。で、今度ここ、よーしコインがないとわからないね、ここ。ほんとに。で、これはここかな。あああの靴で、ガリガリ弾いてくれるのかな、どうなんだろう。あの靴を手に入れたらどうなるか気になるところですけど、やっぱこうなるのね。それじゃあどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。